タンクの漏れがクローズアップされていますけれども、その前にもっと深刻な問題があります。それは地下水の汚染の問題です。5月から敷地内の観測口で高い濃度のトリチウムとストロンチウムが検出されていることが分かりました。まあ、時期を同じくして海岸近くのトリチウム濃度の上昇も見られています。汚染水が地下に漏れて地下を通じて海に流れているというふうに推定しています。現時点では漏れた汚染水による海洋の汚染状況はおおむね港の外に出ると検出限界以下、またはそれに、特段その大きな変化もないという状況でありますが、こういった漏れているということ自体はこういう状況が続くことについては非常に深刻だというふうに捉えています。必要であれば基準値以下のものは海に出すことも検討しなければならないかもしれません。基準値以下のものを海へ発言したことで一部で大変波紋を呼びました。しかし汚染水の問題を真剣に考えればというそういう意味でございます。で、20兆ベクレルというととてつもない大きな値だなというふうに思うんですが、私はトリチウム水として見た場合どれくらいになるかなと思って計算しました。最大でだいたい35グラムぐらいです。ですから単位っていうのとかその量的な理解をきちっとしないと非常にそういった点で誤った判断があると思います。だからいいと言ってることではありませんけれども、そういうものだということもぜひ皆さんご理解いただきたいと思います。基本的には今までにやっている作業と同じような作業になりますので、そのことで建物が壊れているというのは事実ですけれども、その建物に寄りかからない方法で、ね、取り出すわけですので十分安全は確保できるというふうに思っています。で、1800ミリシーベルトっていうのはこれ仮にそうだとしてもこれはベーター線です。ベーター線ですからほとんど透過力がありませんので、いわゆるガンマ線とかそういったものの空間線量とは全く意味が違います。ですからベーター線ですので、極端に言うとちょっとした5ミリから10ミリぐらいのプラスチックとか、あるいは革靴を履いてればだいたいもう透過しませんので、その上に少々立ってどうってことはありません。この線量で致死量に行くとかなんかっていう報道も見受けられますけれども、これは情報の発信の仕方が間違ってるというか適切でないということを再三申し上げてるんですが、なかなか治ってないというところがありますので、ぜひ皆さんにこういうことを申し上げるのは筋違いなんですけれども、ぜひ報道の方にもそこのところをぜひご理解いただいて正しい報道をしていただくようお願いしたいと思います。